さあ、こんばんは、イムヤンです。今日はですね、黒田官兵衛という方をね、ちょっとこうピックアップして喋っていこうかなというふうに思います。まあ、僕はね、まあ、歴史好きなんですけども、そんなに詳しくないんで、今日はやはりこのドリームナビ歴史を語らしたらこの方、これをコメンテーターに迎えております、ハリボテスケッチの鶴田さんです。どうぞ。よろしくお願いします。まあ、その前にですね、さっきのヒデさんの話じゃないんですけど、はい、僕考えてたんですよ、はい、透明人間になると結局自分も見えないわけですよね。そうですね。ね、ってなってくると、物を取ろうと思った時に、はい、自分の手が見えなかったら突き指するなと普通に結構細かいところでね、だからコップ取ろうと思ったら見えないから、ぶっ、痛ってみたいな感じになって大変かなとか。僕も病気したらどうしようとか、見てもらえへんので。ほんまですよね。ここ開けてって、開けてもどこみたいな、胸どこって感じですよね。触れるのかどうかっていうのもちょっとあるし、ですよね。とか、まあ、人が歩いてきたら、普通ね、こうやって歩いてくると分かるから、こっちって余計じゃないですか。こうなりますよね。それ向こう突進してきますからね。もう絶対こんなことしてやなあかんみたいな。そうですよね。もっとたくさんの能力持ったままの透明人間やったらいいですけどね。ああ、そうですね。生身の透明人間は結構普通にしんどいかな。ですよね。で、300年を選びましたけど、僕はそうです、未来見たいっていうのもあるんですけど、まあ、宇宙行ってみたいとかもあって、はい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 、いつかタイムマシンそれこそできたら、はい、ちょっと帰ってみたいなっていうのもあるので、あ、300年やったらまだ僕はちょっと足らないかなっていう。あ、そうなんですか。2000年ぐらいいたいなと思って。どいえ長いですね。まあ、そのちょっとこう見たいなっていうのがあるんですけど、なんか一説で、あの、UFO って、はいはい、なんか未確認飛行物体やと、はい、未確認なんでみんな知ってんねんとか、なんかそんな話ありますけど、結局あれは UFO はもう未来から来たタイムマシンであるっていうような話があるじゃないですか。ですね、はい、でもあんなもすごくこう面白いなと思って。そうですね。でもそれを降りてしまうと歴史が変わってしまうので、決して降りることはできないと。多少騒がすぐらいだったら変わらない。ね、でもし降りてしまうと自分の存在すらもう否定してしまうことになる、なりかねないんで、ね、ありますよね。なんか別の世界がこう一個できるっていう感じですもんね。難しいですよね、タイムマシンって。ですよね。本上はできてるんやと思うんですけどね、うんうんうん、そういう部分はどうするのかっていう。ですよね。なるほど。まあ、そんなところでですね、はい、まあ、もしそれで過去に帰ったとした時に、はい、やっぱり僕もそれを見てみたいなと思うわけで、はい、ね、今回は黒田官兵衛っていう方をピックアップしようかなと思ったんですけど、これでもう皆さんもご存知だと思うんですけど、2014年に軍師官兵衛ということで大河ドラマが、お、大変返しの拍手。いや、もう官兵衛さんですよ。官兵衛さん、よくぞ来てくれましたみたいな。よう官兵衛みたいな。ほんまに。ほんまね、この方ね、僕ものすごい好きで。あ、そうですか。はい。で、好きなんやけども、じゃあそれを語ったらどれだけ語れると思ったら、多分2分ぐらいじゃ語れないぐらいなんですよね。で、まあ、その、今日は本当に歴史を、はい、歴史に興味ない方も、ぜひこの番組を見ていただきたい、ね、と思うんですね。本当に、あの、さっきヒデさんもおっしゃいましたけど、今のこの現代の人間、はい、この人間社会にもすごく通用するんではないかなっていうふうにすごく思って、で、あえてもピックアップしたんですけど、まずね、その黒田官兵衛さんっていうのはどういう方なのかっていうのをちょっと、まあ、ざんと、はい、こんな方です。はい、まあ、ちょっと、まあ、写真の撮りが、まあ、全然あれなんですけど、はい、まあ、こんな方でございましてですね、結構晩年の肖像画ですね。はいはい。まあ、あの、ネットとかで調べると、でもどう3枚ぐらいかな出てくるっていうのが、はい、で、よくね、こう織田信長さんとか、はい、豊臣秀吉さんとかで、そういうね、写真って皆さん見たことあると思うんですけど、はい、この写真をね、見られるのは初めての方が。そうですね、意外と、まあまあ、ね、はい、よく名前は聞くんですけど、うんうんうん、そう、表だってこう活躍しないので、でも社会にとっては、うんうん、結構大事なポジションだと思うんですよね。これをね、今日はね、皆さんよくね、本当にこう分かっていただきたいところなんですよ。はい、はい、で、まずね、官兵衛さんがいつの時代の方なのかっていうことを ね、ちょっとまあやってみたいんですけど、これがなんと生まれたのが1546年ですね。すごいね、ちっちゃいんです。の12月の22日に、まあ、生まれているということで、これが姫路で生まれてますよね。はい、そうですね。ね、はい、なんで、この姫路の方も、この官兵衛っていうのを取り上げてくれということで、そうですね、結構街でね、なんかいろいろ起こしてるってことなんですけど、はい、なんかその辺のことって、なんか、そうですね、うん、もう、あの、やっぱ大河ドラマを誘致したい。官兵衛を取り上げても主人公にしてもらいたいっていう、その地元の方の
すごい何年もかかってるプロジェクトの努力があって、ようやく官兵衛が来たので、もうしてものすごいやっぱ地元は盛り上がってるみたいなんですよ。多分これからもう準備してきたことをさあスタートさせて、ちょうど今あの姫路城も改装工事してて、見どころ満載なんで、多分姫路はちょっと暑いんじゃないかなと思ってますね。あんなロケとかも姫路でするんですかね。どうでしょうね、やっぱり行くんじゃないとかなと思いますけどね。全てではないでしょうけどね、まあセットがあってそこでも撮るでしょうけど、もうちょっとはね、やっぱりそういう雰囲気出すために行く可能性はありますよね。タイガはもう大体ロケ地は必ず地元に行ってちょっと撮ったり、最初の方のこう1話2話ぐらいは地元のロケがありますね。はいはい、なるほど。まず名前書いてみましょう。あ、黒田官兵衛ですね。すごいなと思うのが、今でも黒田さんっているじゃないですか。いや、おられますね。これなんでしょうね、多分この名字つけるときに、いろんなこの、ね、自然とかであって、多分その田んぼ黒かったんかなみたいな単純ですけど、あでもあの土やったんかもしれないですね。あ、黒土やぜみたいな今でも甲子園だぜみたいな感じで滑っても痛くないぜみたいな感じのとかやったんかなみたいなね。結構ざっくり組めるんですねで、官兵衛さんで、こういう感じときますよね。あ、その官兵衛で、米はどうしたっけ。米は兵でしたっけ。はい、ちょっとあのまあまあ簡単な感じで書きますけど、官兵衛さんですよね。官兵衛、はい、そうですね。これを見たら、このね、名前で見たら、あ、何か見たことあるなっていう方も、そうですね、ね、いらっしゃると思うんですけど、はい、で、この調べると、この名前がこう、この名前があったりするんですよね。そうですね。これがあったり、置いて、この、まあ、これも出てきますよね。はい、こういう感じなんですけど、まあ昔の方ってね、いろいろとこう名前があったりする。あ、水あ、水ですなんかね、さっきあの女になりたいみたいなことで欲望がこうジョニーを見えるんじゃん僕ね、ほんまにね、女性の杉田太郎さんも言いましたけど僕、女性だったらどんな生活待ってるのかなっていうのが、いや、そう聞くと面白いなってやっぱ思いますよね。ね、なんかこういきなりなんか、あ、どうもって言って次の日に、あ、よ、もつこたさんもやだよみたいな感じのお姉ちゃんなんかそういう自分もなんか ね、見てみたいなと思う。僕は水ですよね。はい、はい、ごめんなさい。なんですけど、このなんかこう名前の違いっていうか、このなんかこう歴史的にどうこうってなんかあるんですか。そうですね、はい、一応本名があの黒田官兵衛義隆ですよね。あ、黒田官兵衛義隆っていうのが本名なんですね、はい、そうです。で、現在はまあ官兵衛って言ってるんですけど、クワンピョウエとか、確かカンピョウエとかっていうのが、うんうんうん、あの当時の発音で、官の、まあ、官の兵衛って、多分これは、まあ、名前というか、まあ、役職というか、うん、ああなるほどね。でこれが本名、黒田義隆さんが本名ですね。女水はの方がもしかしたらあのちょっとご年配の方とか、うん、ちょっと前の時代の人たちは皆さんこっちの方が有名かなと思うんですけど、うんうんうん、これはまあ後々にあのこの姿出家してる形になるんですけど、はい、出家した時にまあちょっとこういう名前を女水と、もう水の流れるごとくわしは生きていくんだぞっていうのを名乗るって感じなんですよ。おお、ただややこしくて、この人はこの人キリスタンなんですよ。ですよね、はい、ドン・シメオンなんで、うん、ちょっとその辺がこうやっぱり難しい、いろいろこう、うん、あってこの名前を付けてるっていうのがあるんですけど、ね、思惑があると思うんですよ、だいぶ彼は。はあはあ、なるほどね、黒田ね。だから調べるとこう出てきたりとか、割とこれであんまり出てこないんですよね、なんか調べようと思うとね、官兵衛さんでは出てこなくて、黒田義隆か黒田女子かっていうところで出てきて、そこを開くと、まあ黒田官兵衛という名前が出てくるっていうね、そうですね、ところですよね。はい、で、なぜこの官兵衛さん、はい、僕が取り上げるのかというところなんですけど、はい、ちょうどまあこの時代っていうと、これがいつの時代なんだというところになるじゃないですか。はい、この場合いつの時代ぐらいになっていくんでしょうかね。そうですね、もうあの覚えるっていうのもおかしいですけど、うん、一応こうポイントがありまして、はい、まあ、僕の覚え方なんですけど、はい、1600年に関ヶ原が起こるんです。そうです、はい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 、そこから、まあ、すぐには始まらないんですけど、江戸時代に入るので、うん、その関ヶ原から何年前って考えると、大体どんな感じの雰囲気っていうのが、こう戦国で一番熱い時代なのかっていうのが分かってくるので、まあ、1600年の34年前に生まれたっていうことは、まあそういう感じっていう。なるほどね。あ、そこ、はい、これ今ちょっと受験生の皆さんいいですよ、これね1600年を基準に考えるというね、はい、ほら、泣くよ、うぐいす平安京とか何だっけ、あの鎌倉幕府なんでしたっけ、いい国みたいな。そう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 、まあ、ちょっと最近違うみたいに言われてますけどね。あ、そうなんですか。教科書変わってきてるんですよ。あ、いい国ではもう
あのちょっと時代遅れになってきてるんです。あ、そうなの。なんかね、その友達がなんかあの無理やり、はい、ね、こう覚えさせるためにやったらしいんですけど、そのなんか何やったか、なんか忘れましたけど、うん、それやったら、なんか、へえみたいな感じで言われて、全然あかんかったみたいな。そうなんですよね、もう無理にまあ詰め込んでも歴史って、まあ、僕もあんまり歴史60点以上取ったことなかったんで、あんまり好きじゃなかったんですけど、ちょっとこうそういうストーリーで覚えていくと、時代の転換期のちょっといくつ前とか、いくつ後に、うん、あ、この人こういう活躍したんやなって。うん、なるほどね、わかりました。どっかでいきましょうか。まあ、1600年ですよね。ここ、それが1601年でしたっけ、関ヶ原。1600年、はい。ここが関ヶ原があるわけですよね。そうですね。が原があります。の合戦がまあありますと。はい、で、ここでもまあ、あの神戸さんちょっとまあ活躍するところがあるんですけど、まあ、ちょっとこう、ほっときましょうか。で、こっからここに約30年、ね。があると。はい。いうところになってくると、まあ言うても戦国時代、そうですね、になってきますよね、はい、なってくるとやはりこう戦国時代になってくると、やっぱりよく名前が出てくるのがやっぱり織田信長さん、はい、親方さんですね。親方ですね、信長さん意外と声が高かったというあれでもすごいですよね。なんか昔なんかありましたよね、なんかそのコマーシャルでなんかあ、ほんまですか。なんかそのなんか骨格とかをなんか再現して、すごくなんかそれやってなんか、うん、どんな感じか忘れましたけど、うんうん、で、どんなだったかなんか豊臣秀吉さんなんかあったような気がするんですけど、はい、それをちょっと聞いてみたいですね。もしかしたら YouTube とかで出てくるかもわかんないですけどね。これでまあ有名なところでいきましょう。まあ豊臣秀吉さんですね。まあ関ヶ原でここが徳川家康が来ますね。そうですね、もう三英傑ですね。みんな今の名古屋じゃないですね、愛知の人ですね。あ、皆さん全員そうです。全員そうです。なるほど、はい、ちょっとまあ家康はまあまああれですけども、もうみんなそうですね。なるほどね。まあ大まかに分けて、まあこの3人のまあ時代、まあここからこっちへこう時代が流れていくわけですけど、まあね、中にはいろんな方がまあ出てくるわけなんですけど、ここなんですよね。はい、大体テレビとかいろんなところでされるのが、はい、何ですか、あ、54年。そうですね。あ、ほんま54年です。若いなと思ったんですよ。そう、俺もロングコーナー。僕も今ちょっと、あれ関ヶ原が間違ってるのかなって言って見せられたら。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。あの、またこの後に、歴史好きの、ね、やっぱり歴史好きの、好きっていう歴史好きの、やっぱりね、この素晴らしいピアニスト。ね、もう多分ね、今黙ってられないと思います。黙ってないと思います。息子が参加してるが、そのぐらいの年だったら。そうですよね。34歳若いですからね。はい、で確か59歳からそれぐらいで亡くなってますもんね。そうですね。不思議だと思ったらおかしいですもんね。生ですね。ご指摘ありがとうございます。生放送ありがとうございます。まあまあまあ、そういうのを置いといて。はい、で、まあ、この方らが、まあ、大体こう表立ってね。そうですね。活躍をされますよね。はい、で、この、方々が活躍している、まあ言ったらまあ、うん、裏側っていうんでしょうか。そうですね。そこにこの黒田官兵衛さんがいてはるんですよね。うん、そうなんですよ。はい。で僕があの知っているのは、はい、なんていうのかな、本当にこのもしこの方々がもしいなければ、もしかしたら天下を取っていたのはこの方じゃないかと、いうふうにも思うんですけど、その辺は須磨さんはどう考えます？そうですね、秀吉も同じようなことをやっぱり言うたっていうのが残ってるんですけど、うんうん、はい、そうですね、やっぱりもう一人あの対になって言われてる竹中半兵衛っていう人がいるんですけど、はい、その人はまあ生粋のアーティストだと思うんですよ、うん、あの自分の才能にこうストイックにずっとこう突き詰める人で、うんうん、黒田官兵衛もそこの気質はあるんですけど、やっぱりあの前へ出たいというか、うん、名前を残したいというか自分の才能でどうかしたいって思ってるので、やっぱり狙ってたとは僕も思うんですけど、なるほどね、まあ、そう言いながらでもやっぱりこの方々がいたので、なかなかこう前に、そうですね、名前が表に出るっていうことが、はい、まあなかった方ですよね、はい、ね、ですよね。でここでまあ有名なのが織田信長さんがここで明智光秀さん の、 あの本能寺の変っていうのが訪れるわけですよね。これ本当にこれいろんなことを言われてますけどね。謎はですね、謎が多いですね。謎ですよね、これね。当時ももう
これが起こるわけですね。これが起こります。でこれよくまあ僕もまあテレビだけしかのその情報でしかないんですけど、はい、その明智光秀が来て、はい、明智光秀にやられたっていうこともあれば、はい、もうやっぱり自分の家来っていうか下の者に部下にやられることは嫌やから自分で自害をしたっていうふうに言われてるんですけど、はい、この辺は松本さんはどう見ます？そうですね、やっぱりご遺体が出てないっていうのがポイントかなと。はいはいはい、もうあの光秀も必ず首を取って、うん、取ったぞっていうことをあの天下に示さないとなかなか次に進めない。もうやっつけるだけやったらそうですね、そういう時代ですもんね。はいはい、それを取り逃してるっていうことはやっぱもう自決してるんじゃないのかなと思いますね。あ、なるほど。あ、そこがポイントなんですね。結構こうあのはっきりしたエピソードではないんですけど、本能寺から生き残ってる人も結構何人かいてて、その中に黒人さんもいらっしゃるんですけど、そういう逃げたっていうのもあるので、うん、そういうちょっとこうお話っていうのが伝わっていってるのかなとは思うんですけどね。はあ、はあはあはあ、なるほどね。自決し、まあのこう踊って自決したみたいなのもあるんですけど、あれは多分踊ってるそんな暇ないと思うので、あつもり歌ってる暇は多分ないとは思うんですけど。はいはいはい、なるほどね。まあこの時になってくると、まあちょっと前の話になると、まあ織田信長さんがいて、はい、まあそこのまああの下に、はい、豊臣さん、まあ羽柴秀吉さんがいたわけじゃないですか。はい、この時の黒田さんっていうのはどの位置ぐらいですか？はい。そうですね、あの僕ちょっと先週自分の番組であの信長の話をちょっとしてたんですけど、はい、小谷城攻めの話させてもらってて、その頃の信長よりももうちょっと後になる時代になるんですけど、はい、まあ自分近畿圏内をなんとかまあちょっとずつですけど抑え始めたので、うん、よし毛利を叩こうって、今度中国地方へと攻める時の総司令官に秀吉が任命されるんですよ。はいはいはい、もうすごい名誉なことなんですけど、うん、それのまあ、下につくっていうのが官兵衛なんですけど、一応織田信長の家臣で秀吉に与力としてつけっていう方になるので、一応まあ織田っていう会社のまあ社員さんで秀吉課長の下についた部下っていう感じなんですけど、うん、なるほどね。僕、はい、いつも思うんですよ、その時ってどんな喋り方してたんかなみたいな。あ、でこの間あの狂言行ったんですよね。そうなんですか。で若浦の方だったんですけど、はい、ほんまにあの喋り方してたんかなと思って物を覚えてるのが、おの方もよってもその日の様相撲みたいな感じでやって、ほんまにそんな感じで言ったのかなみたいな。まあ、ちょっとあれはもうちょっと昔の時代かもしれませんけど、はい、どうなんでしょうね、多分やってないと前進まないかもしれないですもんね。それ中でうわーって来てるのにね、はあ、よ毛利殿が攻めてきましたぞみたいな感じだったら、それがピシャーやられますもんね。そんなこともやってないと思うんですけど、まあでもこう